こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はベランダビオトープ。梅雨にしまして気温がぐっと下がったりはしてるんですけど、案外ビオトープはですね、水温平均的に20度を超えております。20度下回る時もあるんですけど、まあ、さほど、まあ、すごい冷たいってわけではないのでですね、いよいよ熱帯水蓮をビオトープに入れていこうと思います。以前ウォータープランツラバーさんで購入した熱帯水蓮をですね、今現在90センチ水槽で管理をしております。まあ、ちょっとね、熱帯水蓮はやっぱりね、まあ、その名の通り熱帯の植物なので、あまり寒さにはね耐えれないということで、ある程度気温が、水温が安定するまで水槽で管理してくださいとのことだったんですけれども、まあ、6月過ぎて念のため、あのウォータープランツラバーの高木さんにですね、どうでしょう、そろそろ熱帯水蓮外出しても大丈夫ですかっていうことをお問い合わせさせていただいたところですね、水温が19度から20何度って言ったかな、ちょっとテロップ入れますけれども、正しい水温を忘れちゃったんで、で、耐えうるとのことなので、もう大丈夫ですよっていうふうにおっしゃっていただいたので、本日はね、梅雨の晴れ間ということで、つい2時間ほど前まではゲリラ豪雨ですごいことになってましたけれども、ゲリラ豪雨済んでからはね、かなり青空で晴れ間出てきましたんで、いいタイミングだなということで、熱帯水蓮をビオトープ大鉢に入れていきたいと思います。現在のビオトープの状態ですけれども、これもね、ウォータープランツラバーさんで購入した野花菖蒲、ちょうどね2、3日前に開花しまして、さっきのね、めちゃめちゃ激しい豪雨でお花が、花びらが傷んじゃいましたけど、打ちつけるような雨だったので、ちょっと花びらがかわいそうに傷んでしまいました。で、今日もその熱帯水蓮入れる鉢がこちらですね、大鉢。これはね、エキノドルス巨大化計画ということで、エキノドルスを水上化で大きく育てようというチャレンジなんですけれども、今のところね、水面になかなか葉っぱが上がってこないですね。かなり新しい葉っぱはね、次々と出ては、古い葉っぱはこういう風に溶けてくるんですけど、なかなか水上に葉っぱが出てこない、茎が伸びないということで、一時ね、ちょっとあまりにもね出てこないから、水下げてみたりとかもしたんですけど、まあ多分もうちょっと日照と晴れたりとかすると、夏の日差しとかになると変わるんですかね、どうなんでしょうか。ちょっと古い葉っぱはもうこうブチブチと手で、この子もね、なかなか綺麗な葉っぱが展開してこないですね。やっぱ水温の問題なんでしょうか。でもね、実際に水温はこのテトラさんの、浮かべる水温計だけ忘れちゃったけど、24度で、まあ、触っても全然ね冷たくないですよね。そこそこ水温ありそうなんですけどね。今現在はメダカとか入れてないんですけど、一応南沼エビがもうすでに繁殖してますね。南沼エビと、あとはね、ちょっと一応ミジンコなんかも入れておいて、メダカがすぐ入れれるような状態にはしております。だからメダカさんはね、ちょっと今メダカガチ飼育が楽しくてですね、本来はここに入れるためにゲットしてきたメダカなんですけど、まだあのメダカの繁殖用に購入したあの NV ボックスの方に入っておりますね。よし、ちょっと綺麗なんだな。で、こっちのビオトープ、私のお気に入りのこの子がね、ちょこちょこ出てきて、めっちゃ可愛くないですか。ピュッと出てね、このね、三つ葉でね、これお気に入りの葉っぱなんですけど、これもウォータープランツラバーさんで購入したものですね。ここら辺ちょっと寂しいんで、今度ウォータープランツラバーさんに近々行って、なんかいい植物ないかなと思って探しに行こうと思ってるんですけど、でちょっとだけこう入れといた雪の下が新しいの出たりとか、苔がね青々としてたりとか、あとこれラージパールグラスもちょっとこう垂れてきましたね。いい具合にこう垂れてきて可愛らしくなってます。こういうルドビジアがとりあえずね植わってるだけの、これはねずっとこのままの状態で冬も越冬したんですけど、お花が、黄色いお花が結構咲いてきてて、これもねこうしだれてくるとまたそれはねかっこいいんで、このままルドビジアボールみたいな感じでね行こうかなと思ってます。めっちゃ可愛い。でね、これオリーブのルッカっていう品種なんですけど、これね静岡の時に買ったから、1年ぐらいかな、実ついたんですよね。オリーブって基本2本ないと受粉しないんで、
あの見つかないんですけど、この調べたらあれなんでだろう、1本しかないのに向かいのおじさんオリーブかなんか育てたかなとか思って、それで受粉したかなと思ったんですけど、調べたらこのルッカっていう品種はなんか1本でも実がつくらしく、初めて見つきましたね。めっちゃお花もね咲いてね、お花はもう終わったんですけど、お花終わってからやっぱりねこうあれ丸いのついてるなと、実がなってます、嬉しい。でこうローズマリーセイレムっていう品種みたいなんですけど、これこの前コストコで売っててめっちゃあいい匂いで、結構ね柔らかくてすごくいいなと思って、これはねバシバシこう料理に使ってますね。こんだけなんか葉っぱも柔らかくて香りもいいと料理に使いやすい、鶏肉にこう焼くときとか使ってます。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしく。でメダカの養魚場みたいなのを、なんちゃって養魚場みたいなの作ってみたんですけど、あなかなかねみんなねぷくぷくと太って、おかげさまでねミジンコがかなり繁殖してて、なんかバケツとかちょっとこまごましたのをちょっとねなるべくまとめたいなと思って、ここら辺のねこれもやっぱりあの NV ボックス買ってきたんですけど、それに少しまとめて、ここら辺も本当はまとめたかったんですけど2つにしたかったんだけど、意外や意外結構増えててですね、今のところこんな感じです。なんでまあミジンコが元気に繁殖してるうちはなるべくミジンコをいっぱいねあげて、産卵の体力をつけてあげたいっていうのと、まあ、すでにもうね結構帰ってるんですよね。これハリコさん、これはね月下美人とサファイアのハリコさんかな。一番増えてるのがね、ダルマさん、みゆきダルマさんのここら辺が赤ちゃんですね。でここら辺はね全部卵、あとはこれはやっぱり分かんなくなっちゃうから、やっぱり名札をねちょっと今後つけましょうね。まあ、品種を増やす予定は今のところないんで、今のところ全然覚えられますけど、万が一こうパッと卵を入れた時に間違えちゃうといけないんで、なるべくはね同じ品種でその繁殖していく様子を見ていきたいんで、ちょっと名札を今後つけていこうかなと思っております。では 90cm 水槽の熱帯水蓮収穫していきましょう。ちょっとこのケルヒャを、あ、で、あれだ、水を出してって言われたんだ、これね、まあ、確かにね、ホームセンターのおじさん、めっちゃね、もうそれ何回も言ってましたけど、絶対壊れるから、どんな高圧洗浄機でも壊れるからって言ってる意味はちょっと分かった気がするな、圧がすごい。で、中の水は絶対抜いてねってことで、まあ、特に冬場なんかね、ここの中に水残ってると、それが、あの凍って膨張して壊れる原因になるらしいんで、ここをちゃんとハンドル握って水が出ない状態にして収納ということ。これどうしようかね、収納も困っちゃうね。よし、どうやったらスマートに、まずはコンセントを抜いて、このやっぱこれはちょっと分割した方がいいかな、ちょっとやっぱりやめよう。でこっち側が 90cm リバーシブル水槽の B 面に当たるところなんですけれども、ここにねニムファエアエドワード・ディ・ウバーということで熱帯水蓮がポットのままね沈んでおります。このね 90cm 水槽の B 面は今ねほんとストック水槽みたいになっちゃってて、コンテスト水槽用にこうなんかこう有形層を植えてたりとか、あとはこの熱帯水蓮だったりとかね、ちょっと今ひどいありさまなので、これメイン水槽ですけれども、これはおいおいちょっと綺麗にしていきたいと思います。まあ、とりあえず第1弾、この葉っぱの大きな熱帯水蓮がこう収穫できるだけでもちょっとすっきりねしてくるかなと思います。でこれね赤玉土、硬質小粒、これ洗ってあるタイプのものなんですけど、これを入れて、このぐらいでいいかな。で、あとまた上から挟んで、はい。で、このポットから外していきます。すごい根っこがムキムキですね。で、ちょっとここにまた赤玉追加していきます。でこれチャームさんで頼んだスティック肥料、上畑の水蓮水生植物用ということで、このスティック肥料を入れておきたいと思います。熱帯水蓮小中下部で3本ってことなんで、うん、じゃあとりあえず3本入れとこうかな。結構ねこういう長い肥料なんですよね。
まあ、ちょうどポットも長めなので、あんまりこう株元に近すぎないような位置に入れていきたいと思うんで、あんまり近すぎちゃうと多分肥料焼けみたいなの起こしちゃうと思うんで、はい、あ、入れやすい、入れやすい。なんか長いとピンセットもなくそのまんま入れれるな。駄菓子みたいなね、なんだっけ、タバコのなんかあったじゃん、なんだっけ、シガレットなんちゃら。多分ね、紫色のお花が咲くと思うんですけどね。で、ね、スイレンは水面から、20センチぐらいかなの場所に植栽をしたいので、中に、この大きな鉢の中にブロックをもうすでに仕込んでおります。こんな感じの四角いのをね、これがね、3つ今入ってるんですけど、それでどうだろう、深さちょっとチェックしてみて、高いようだったら1個減らしますね。今現在2個の状態。よいしょ。あ、いいかな、いいね、いいね。そんなに距離ないけど、水をね、本当はマックスになみなみに入れたいんですけど、エキノドルスが上がってこないので水位を高くしてないんで、あ、1個でいいね、ちょうど1個で。ちょっと傷んでる葉っぱは今のうちに取っときましょうかね。なんか溶け気味のやつだったの。これちょっと根元の方から。で、株元にしっかりと光が当たることが大事なので、スイレンは光がね、大好きだから、太陽の光が大好きなので、一応今回この大鉢は下にブロックを積んで、鉢自体を底上げして、火が入るようにちょっと工夫をしております。良いんじゃないでしょうか。全然水冷たくないね。これはね、すごいお気に入りだったシナデニウム。結構前にね、まだ静岡に住んでる時に、尾崎フラワーパークで購入して、なんとか頑張って、尾崎のね、店員のおばちゃんにね、手伝ってもらってね、車に、こう、なんていうのかな、樹形がこう、うにゃーっとなってて、こういうところ結構ポキッといっちゃうんで、傷まないようにうまくこうね、ビニールテープで車の中つって、手伝ってくれたんですけど、でなんとかこう梱包して持ってきた結構お気に入りの子なんですけど、今関東に引っ越してし、急に調子めっちゃ崩して全部坊主にしたんですよ。坊主にして外に出して、冬もねこのまんま坊主のまんま、あんまり水とかもあげずに、ほぼあげてなかったね、あげないで一回坊主にしてお部屋の中に入れてたんだ。冬の間お部屋の中に入れて水あげずに、とりあえずそれで養生してたんですよ。で、あったかくなってきて外に出して、また雨ざらし状態にして、最近は水やりでたまにこうハイポネックスとかしたお水とかあげたりするんですけど、結構ね復活してきてて、これめっちゃ嬉しいですね。ただね、これ樹形がやっぱりこううにゃーって変わってるんで、やっぱり園芸のプロの人がやってるのとはまた全然違うんで、かっこよくね仕立てるのはちょっとね私には難しいかなと思いますけど、まあ、葉っぱがこれだけ出てきてくれたの嬉しいですね。丸坊主に一回してたんで、もうめっちゃ葉っぱ出てる、これいいね。どこまで復活するかな。これプルメリアもね、もう一個奥の方にありますけど、2本これ成功しましたね。プルメリアも葉っぱ落として冬の間お部屋に入れて、で水切って、まあ休眠期ってことで、あったかくなって外出して雨ざらしなんですけど、めっちゃ葉っぱ出てきた。多分ね、葉っぱ出始めたらかなり成長スピードは速いと思うんで、かなり葉っぱを展開すると思うけど、まあ2年目なんですよ、この苗ね。よっちゃんにね苗もらって2年目だからまだ咲かないかな。はい、ということで本日はベランダビオトープにエキノドルス巨大化計画の大鉢に熱帯スイレンを入れたでした。これからね、夏に向けてかなりあそこの鉢は大きく変化してくれるんじゃないかと期待しておりますので、また引き続き経過動画でお楽しみください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してベランダビオトープを楽しもう。また別の動画でお会いしましょう。